WHO ・世界保健機関は多くの人が新型コロナウイルスに感染し免疫を持つことで流行が抑えられるという集団免疫の考えに対し否定的な見方を示しました。 テドロス事務局長は12日、集団免疫とは人々をウイルスに感染させることではなく、多くの人が予防接種を受けたときに残りの人も守られるというワクチン接種の概念だと指摘しました。新型コロナウイルスへの免疫自体についても、強さや持続性はよく分かっていないとして、完全に分かっていないウイルスを流行させることは選択肢に入れるべきではないと、 警戒を呼びかけていました。